本当なんだ。焼酎を。本当でみんなの言葉はなかったんでしょうけど、主催っていう。もう本当始まりです。何の前本当の高校なんとか大なんとか大学。ちょっと筆の下ろし方が焼酎か。ちょっと怒られましたね。いやー、いかんでしょうね。なんか宮崎は有名なヘックスの親父も見たことあるし。日本人に生まれてよかったな。こういうの見て。